江差市鴨目島祭りのメイン会場となる鴨目島の前景江差市鴨目島祭りは毎年7月に北海道檜山郡江差町の鴨目島とその周辺にて行われる祭りである。例年毎年7月の第1土曜日とその翌日に江差港に隣接する鴨目島にある平志岩と五福島神社に関する神事を中心に カモメ島の上部や周辺で行われる行事を含めた祭りとなっている。江差シカモメ島祭りの中心をなす神事に伴う源流をたどると、現在の馬バ大神宮と行祭と同じく、江差市町における馬バ大神宮の折りの伝説に行き着く。現在の馬バ大神宮と行祭となる以前は、馬バ弁天宮祭礼と称し、カモメ島に建てられた弁天社を、 上上大神宮の拙者とした二社祭として、それぞれの神社において、各年で行われていたが、八百六十二年に、上上大神宮のう子の主体である、常磐校の発議で、それぞれの祭礼が分離、独立して、毎年執行されるようになった。なお、その時点では、上上大神宮の祭礼が八月十五点一六日、弁天社の祭礼が五月二十六点二七日と、 なっていた。祭礼の分離に伴い、それまでの出し具は、上上大神宮の祭礼に移ることとなり、現在に至るかもめ島祭りにおいては、同じく、折り伝説に伴う兵士岩に関連する、五福島神社の神事が中心となった。神事は、島内の五福島神社の例大祭として、次の通り行われる。一日目二日目一日目二日目開催当初は、 カモメ島東側に対面する岩壁側に作業台船またはフロートを係留してスタート位置としていた。これはスタート地点となる岩壁の形状がコース方向に対して直角ではないため距離差が出ないようにするための措置であったがその後カモメ島側に既存岩壁に対して直角に作られた新しい岩壁が完成したことから 現在では新岸壁側をスタート地点としている。単発のイベント、過去に行われたイベントなど、基本的に悪天候時であっても平氏岩の締め縄関連や、五福島神社の霊体祭といった神事は行われるが、四毛等の公典では、三越の会場登場が危険防止の観点から中止されることがある。また、初日の平氏岩の締め縄関連行事は悪天候時に、 開始時間が前倒しされることがある。イベントごとに次の通りの対応をとっている。なお、悪天候等による行事、イベントの中止や時間変更が伴う場合、町内にて広報者による巡回告知が行われ、江差シ観光コンベンション協会の公式フェイスブックでも告知される。また、行事内容の問い合わせ先として、江差シカモ島島祭りのパンフレット等に、 エサシ観光コンベンション協会と祭り期間中のみ利用可能の島上本部の電話番号が記載されているのでその点について留意する必要があるがその場合であっても特に五福島神社の神事など一部行事についてはフォローできていないこともあるために注意が必要であるただし神事については上神大神宮の神職によって行われるため神社への問い合わせもある程度可能である ありがとうございます。